そういう文明の中で育ってるので、どれがいいとかどれが悪いってちょっと言いにくいところがあるわけですね。それは日本のように人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていうのが、私は日本人だからいいと思うけど、人のものは自分のもの、自分のものは自分のものっていうアメリカ人が悪いかっていうとね、それこそはやっぱり日本文明とアメリカ文明なんですよ。そうするとそういう人たちが一緒に暮らせるかっていうとね、 一緒に暮らせないっていうのが本当のところです。ところが、例えば夫婦がね、のあった民族の人は夫婦になってるのを私も随分いっぱい知ってますけど、割合みんなね、いい人生を送ってるんですよ。っていうのは、夫婦ぐらいになると、お互いの違いもわかるし、文明の違いがわかりながら生活する。人間はそのくらい飲み込みますからね。だからかえって、 文明の違う人と結婚して幸福だっていう人はもう結構僕の知り合いでいるんですよ。で、まあそういうソースと長らく話をしますと、話したり付き合ったりしますとね、本当に男性と女性の間の取り分けって言いますかね、そういうのも今の日本人で男女同権とか言って突っ張って、あなたこれお皿洗いなさいよなんて言ってる奥さんを見るとですね、 いや、ちょっと違うんじゃないかな。それは男女の問題じゃないんじゃないかな。日本文明から来るものをわざわざ何か自分の頭でこねくり回してんじゃないかなと思うことが、日本人と外国人で結婚した夫婦を見ますと、たびたびそう思います。女性が我慢してるとかそういうんじゃないんです、全然。全然違う次元なんですね。ちょっと実際の例じゃなくて言いにくいんですけどね。まあそういうことは本当によくあって、 実は私ね、信仰とかね、文明とかいうのはですね、その人の心の中に入ってみないと分かんない。ええ。だから、信仰してる人もあまりその信仰してない人に強く言っちゃいけないと思うんですよ。これはこうだっていや違うと。私はこう言ってほしいですね。私の信仰から言えば、これはこう見えるとか、そうだと信じてると。しかしあなたは違うから違うかもしれない。 日本人が他の民族に会うときそうですね。まあ、朝鮮の人でもね、朝鮮の人も僕親しい人いるんですけど、あ自分で言ってますよ。俺たちは、やかんだからな、つって。やかんって何ですかってすぐ沸騰するんだ。<laughs> すぐカーッと来るんだ。だから、朝鮮の人のそういう性格はですね、やっぱり朝鮮の文明の中でできてきたものなんです。それは、中国という大きな国があった予告かもしれませんし、満州に強い 国が多くてそれがががガーッと攻め込んんでできたせいいああるししょうし、まあ、いろんな文明の作りがありますよねそれから中国人がこの前アメリカのスティアーデスが言ってましたけどね集団で言ってましたけどもう北京に行く飛行機には乗りたくないもう中国人はみんな勝手だからもう心は休まらない東京に行く便には乗りたい日本人はみんな親切だからこれで、ね、まあ日本人にとってはいいんですが 中国文明にそういう自分勝手な中国文明ができたっていうのは、それなりのやはりね、飛行なり、罰則なり、罰則っていうのは北から襲ってくる人たちですね。まあそういうのがあって思うんですね。で、僕の言動でわかりにくいって,っていつも批判を受けるのは、例えばタバコですね。タバコっていうのはなんで私が我々好意的に見てるかっていうとですね、タバコの論文をしっかり読みますとね、 あの、人間にはタバコが必要な人は知っているんですよ。でこれはね、なんで僕がこういうことを言うかっていうと、環境問題の本当の本質はですね、人間が長く使用している慣習とか、習慣とか、食べ物とかそういうのには必ず理由があるというのが、環境学のかなり奥の深い、高度な環境学でそうなんですね。まあ、その例としてよく、鎌田石血球、貧血症は出されますけども、まあ、そういういろんな 世界の例を見ますとね、よその人には想像もできないことが、そこの地域ではあるんですよ。それで、ある習慣ができたり、ある長いことやってることが起こるんですね。で、私はね、あの、タバコっていうのは非常に歴史が古いんです。まあ、あの、主には南米からですけど、日本でも、えー、もう、戦国時代ね、大体いい1500年ぐらいにはもう禁止令が出てるぐらいなんですから、ええー。まあ、それで、アイヌなんかはね、 アイヌの文明というのは、タバコが非常に珍重されてるんですね。アイヌというのは決して喧嘩しないんですよ。戦いがすごく少ないんですね。その理由の一つに、これも一つですから、私の流儀でスパッと言うとですね、えー、違いますよなんて出てきますけど、まあ,あ、スパッと言いますとね、タバコのおかげで戦争がなかったとも言えるんですよ。それはあの、必ずなんか意見が違うと、タバコをお互いに吸うんです。進めてですね、キセルがこんなに長いんですね。 それをゆっくりぷかぷかと吸いながらね、お互いに利害関係が違う、憎しみ合ってる理由は何だっていうことを象徴同士で話をするんですよ。で、話をしてる間にもうね、まあ、タバコの脳に対する影響と、そういうんで、紛争が解決して戦争に至らない、人が死なないんですね。だから、まあ言ってみれば平和運動家はタバコ吸った方がいいんですよ。<laughs> それでね、もしかすると、 タバコを嫌う民族は意見が強いかもしれないです。人が憎みやすいかもしれないですよ。ええ。で、それはどうしてかあったらね、頭の中にセロトニンとかドーパミンとかいろんなホルモンがありますよね。気分を調整するよ。それをニコチンが調整してるんです、タバコがね。これはあの、ちゃんとした論文がありますで。私それを読んでね、考え方が変わったんですよ。僕は喉が弱いんでね、<laughs> あの、咳が出たりこう、なるんですよ。これ若い頃からなんですよ、これね。 だからもう新幹線の中で昔隣にタバコ吸ってる人が出てきたら咳が出て困るんですよ。それも咳を出さないようにしようと思うからね。相手に失礼だから。<laughs> 余計咳が苦しいんですよ。だからタバコを吸わない方が僕はいいんです。だけど、タバコをどうしても吸わなければ、その頭が攻撃的になったり、混乱したり、和やかになんなかったりする人いたちが大体ね、日本人の場合は3割。ね、あの、ちょっと南と北で少し違うんですけどね。 えまあ、そういう研究は結構信頼できる研究があるんですよ。それで僕はタバコを、自分がタバコがいらない。自分はタバコがいらないから人もいらないっていうね。その考え方が嫌なんですよ。もうそれを一番嫌うんです、僕ね。だから、タバコもそうですし、信仰もそうですよ。だから信仰、非常に信仰してる人、立派な人っていっぱいいるんですね。 だけど、その信仰を絶対、あなたも信仰しなきゃいけないってやられるとね。いやいやそう。私はちょっと違うかもしれません。ね。タバコを吸いたい人も吸わない人もいる。だから、人に迷惑するようなタバコはいけない。だけど、もその人が自分の家でタバコを吸うのは別にそれなんでいいんじゃないかって。それから、外なんかでタバコ吸ったってね。それはまあ、僕らタバコ吸わない人たちも我慢しなきゃいけないんじゃないかと思いますよね。だから、 信仰が必要な人、タバコを吸いたい人、まあ僕なんかお酒飲みたいって <laughs>、そういうのもありますしね。お酒飲まない人いくら飲みますし、まあ今日は車だからお酒飲みませんって、パッと言う人もいるしね。だから、こう、文明っていうのはそれのさらに奥深いものなんですよ。今は一人一人のこと言ったんですけど、それがさらに信仰とか文明とか、そういうのになりますと、一人の人の能力とか考え方ではもう超えられないような、 深い壁になるんですね。ですからどうしても、やはり日本は、まあ、ケチなことを考えずに、日本人でやれることをやると。そういうことで、まあ、移民っていうのはね、もちろん、愛し合って結婚するのは全然、これを移民の中に入ってないんですよ。なんか人手がちょっと少ないから、賃金が安いから、東南アジアから移民を入れるなんて、そういうケチなね、 ことは僕は賛成できないな。しかしそのケチなことを主張するのが大体文化人。インテリなんですよ。だから僕は日本のインテリってもうちょっとね、人間に対する愛情を持ってほしいなとこう思うことがあります。